コーティングスプレーを拭いて乾いたので紙を外していきたいと思います。裏も全然染みてなくてしっかりしてます。綺麗です。昔はがきに絵を描いたことがあるんですけど、乾いたらはがきがくるくるってくるまっちゃって、あれはとっても 忌まわしい記憶でしたね。この紙はそんなことがなくて素晴らしいと思います。では、額縁に入れていきたいと思います。ダイソーさんの5番の額縁です。ちょっと大きさが少し出ちゃうので切りたいと思います。ノアールくんはちょっとお着替えをしました。靴下を履かせたら磁石があんまりくっつかなくなってしまいました。悲しい。できました。パチ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 。なんか紙芝居みたいですね。それでは次の作品でまた
会いましょう皆さん。それでは暑いけど気をつけて水分補給忘れずに。それではまた。